日本中の世界中のねバス釣りファンの方、皆さんどうもこんばんは。高橋と言います。今回なんですけどね、60が簡単に釣れてしまうワームっていう、まあ、今回のはまあ永久保存版になるだろうね。今回の動画もまあまあやばい動画なんでね、ちょっと心して、とんでもないことを話しますんで、まあ心して聞いてほしいんですけど、これがもうやばいことになって、こいつやばい。どのぐらいやばいかっていうと、もう言葉に表せないレベルだわね。やばいんだから、とにかくこいつは。ほら。ほら。これはやばい。ほら。ちょっと匂いチェックしようか。ああ、ゲーリーの匂いだ。これはね、まあ、本当にちょっと大げさって聞こえるかもしれないですけど、60が簡単に釣れます。はい。っていうとちょっと大げさって言われるかな。うん。だからそのぐらい、もう俺から言うとそのぐらい言っていい。普通に。60が入り具になるって言ってもいいぐらい。めちゃくちゃ釣れる、これ。やばいよ。釣れ方がもう全く違うんで、普通のワームはちょっと本当に相手にならないかなっていう。これはね、やばいです、本当に。どのぐらいやばいかっていうとね、先日も長考行ったんですけど、朝から晩までひたすら投げ続けた。僕はオオサンショウウオ1本。うん。自分は浮気しないんでね、もうやると決めたらそればっかになるんですよ。もうそれだけ。オオサンショウウオだけ。オオサンショウウオにここにフリーリグみたいな形にして、これでドーンでチパチパやってたわけ。たら、隣で秋山専務は、山線香とカットテールをメインに1日投げた。ね。で、その日はやっぱ厳しい状況で、まあ、奥琵琶湖の兆候だったんだけども、あんま釣れなかったんだよね。うん、ちょっと厳しいかなと。で、秋山専務はなんと、山線香とカットテールの脳進化、これをやり続けて、なんと坊主。うん。フリックシェイクも使ってたね。山線香、3インチパッド山線香、フリックシェイク、カットテール、これを、ワッキーリグ脳進化。さらに、テキサスもやってたわ。うん。いろいろやって、坊主ね。朝から晩まで、同じとこで、ボートだから、ちっちゃいボートだから、そこに二人で乗って、やって、坊主。の状況で自分のこのオオサンショウウオはどうっていう。オオサンショウウオ。50近い魚。ずーでっかい魚、一匹。それから35ぐらいのと。それからまあ30弱と3匹釣れてるんですよ。3匹。あの、厳しい状況でね。だから、まあ、そっから考えて、もう山線香、3インチファット山線香、カットテール、フリックシェイクっていう、もう本当に、まあ、バス釣りやってる人なら誰でも知ってるような食わせさ。食わせワームで坊主をこく状況で、このケツのプリプリ、ここ。見てこれ。この動きを。これで3匹の巨大魚を引っ張ってきたっていう。尋常じゃない状態、これ。普通のワームじゃないんだよ、これ。もう本当に、だからこの、オオサンショウウオ。まあ、正式名称は5インチサンショウウオ。で、これは、メロンウォーター。うん、僕メロンウォーター結構好きで、この色結構好きかな。投げること多いけど。これもまたやばいわけ。ほら。オオサンショウウオ。で、なんでこれで釣れたかっていうと、やっぱりね、あんまりみんな使ってないっていう、うん。こういうのを。で、釣れたバスが、本来なら食わないのが、大きいからね、これ見てもらったらわかるんだけど、シルエット。うん。スパイロン 2.8 インチがこんなもんね。うん。で、スパイロンもよう釣れるけども、これよりもやっぱシルエットがでかいわけ。ね、こんだけある。こんなにある。うん、だから、遠くから魚引っ張ってきちゃうんだよね、これ。うん。もう、やっぱり、奥琵琶湖クリアウォーターだからね、10メーター先、20メーター先の魚も、チラッて見えるわけ、このシルエットが。ふわっと。このシルエットが見えるわけ。ふわっと。で、追いかけてきて、ドーン行っちゃう。うん。見たことないから、これ。この動き。
虫にも見えるし、尻尾はオタマジャクシのようにも見える。で、まあ、サンショウウオをイメージした。これはね、もう本当に60が入れ具になる可能性があるんで、多分60釣れるのはこれだと思う。うん。数多くね、ワーム、いろんなワーム、日本中にありますけど、世界中にありますけど、こいつはやばいことになってる、本当に。めちゃめちゃ釣れる。うん。ただ一つ、欠点もある。高い。これね、ざっくりこれで1200円するんですよ。で、6匹入ってるから、ね、1個200円するという。で、ゲイリー素材なんで1匹釣れるとこの辺がちぎれてくるみたいな。なので、ちぎれたらなんかもう、ライターとかで燃やしたり、アロンアルファでくっつけたりしても何度も使ってしまうっていう。だからこれちょっと1個80円ぐらいにしてほしいよね。で、6匹で500円みたいにしてほしいよね。まあ、かといって、皆さんいいですか？やっぱり商売っていうか、利益率高めないとゲイリーさんもきついから1200円という価格帯なんだけど、せめて800円にしてほしいよな、これ。1200円はちょっと高くない？ 1160 いくらだったかな？もう1200円近いんだよ。うん。だから、これが800円の方がいいんじゃねえかなって俺思ってるんだけど、まあだけど、1200円でも納得できるぐらいの超過を出すかな。逆に安いわな、よく考えたら。6が取れるんだったら。逆にこれ2400円ぐらいにしてもいいかも、うん、なかなか使えないっていう。だからまたより釣れるっていう。逆に値段上げるっていうのもありえるよね。それも俺ありだと思う、正直。2500円というね形で、まあ、これマジで本当釣れるよ、俺の超一押しワーム。だからもうね、なかなか仕事忙しくてね、しょっちゅう釣り行けないんだけど、その仕事の合間に日にちをバッと無理やり作って調校また行ってみますけども、11月もね、12月も行くんだけど、オオサンショウウオしか俺は投げないから、うん、浮気は絶対しない。もうこれだけ、もうこれ2年もう3年間これだけ投げとけ。だってよく考えてみて、ヤマセンコカットテールフリックシェイクっていうめちゃめちゃ釣れるワームって言われてるやつが、坊主でもこれは釣れるわけだから、絶対釣れる。これもう多分これ間違いなく世界一だと思うよ。世界一デカバスが釣れる。でこれちょっとサイズがでかいから、15センチのバスとかだとちょっとフッキングしなかったりするんで、まあサイズも基本釣れる、平均サイズもでかくなってくると思う。なんで50アップ、琵琶湖だったら50アップがアベレージだよね、これで食ったら。アベレージが50超えてくる。で、その中に6が混じってくるんだよね。うん。だから、やっぱりその、でかいバスを取るっていうことをね、突き詰めていくと、小さなはもう使わないっていうね。うん。だからちょっとこれでも俺ちっちゃいかなって今思ってるかな。これより一回りでかくてもいいよね。うん。これ5インチだけど、6インチ、7インチっていう、俺の拳ぐらいあるような、でっかいワーム投げちゃう。もう60って言ったら口がこんなにあるから、口のサイズがガーってあるから、もうこんなんだからね。60から言ったら口のサイズこれでしょ。これ60の口のサイズこんなもんや。こいつはパッて見つけたらこれガーブーって丸飲みですよ。ほら、なんだったらこれ全部まとめて針につけて投げ込んでもいいよ。ここ針通してこんな状態にして、こうやって地面に落としてふわふわやってたら、60口こんなでかいわけだから、プーってバーグ丸飲みガーブー、口のサイズは拳が入っちゃうわけだから、拳入ってこう出し入れできるんだからね、わかる？拳が、口がこんなでかいんだから、そこに拳出し入れできるんだから、このサイズだからね。これでこう来たらガーブーって丸飲みだから、サイズがちっちゃすぎる。これでもこれの3倍ぐらいの、もうこんなワームでないと釣れない、そういう。ということでね、今回60が簡単に釣れる、60が入れ食いになる、めちゃくちゃ釣れるワームのご紹介でした。それじゃあ。